イベントにエントリーするにはマーカーの地点まで移動してエントリーを確定してくれ。いいか、このレースで上位3位以内に入ったら詳しい話をする。さもないと採用は無理だ。
走りだった。君ならいけると思ってた。ガレージに来てくれ。君にどんな仕事をしてもらうのか説明しよう。君とフレンドとて対戦ができる。できるだけ早くスピードトラップを走り抜けるんだ。やってみてくれ。よく聞けよ。10台の車をリストにした。それを君に集めてほしい。必要なんだ。全部だぞ。いいな。車を見つけるのはわけないさ。どこにあるかは俺が教えてやるからな。問題はここだ。見つけた車は盗まずに勝ち取ること。それにはかなりの腕前が必要だ。何をグズグズしてる。チャージャーに乗って残りの車を集めに行くぞ。リストの次の車は98年製トヨタスープラ。手がかりは掴んである。ルートを設定してくれ。もちろんレースに出るのは楽しい。でもホライゾン会場をスタイルよくドライブするとスキルチェーンが溜まっていく。長くチェーンをキープすればするほどスコアは高くなるぞ。やってみるだろう。